農研機構農業情報研究センターでは、 AI による農作物の品質予測手法を開発いたしました。その AI を用いた温州みかんの糖度予測について説明いたします。この成果は AI を利用して温州みかんの出荷時糖度を収穫の3から6ヶ月前から高精度に予測する手法を開発したというものです。 AI 技術と気象予測技術の組み合わせにより初めて実現できました。出荷時の糖度を早い時期に精度よく推定することができるので、産地での収穫、出荷、販売計画の検討に活用することができ、農家の収益向上に貢献するものです。研究の背景についてご説明いたします。日本では各地で温州みかんが栽培されていますが、 JA 長崎西海佐世保広域柑橘部会では、高品質な温州みかんを生産する優良事例の一つで、国内トップクラスの単価で取引されています。ここでは木の根の周りをマルチシートで覆うシートマルチ栽培を全ての果樹園で実施して、高品質な果実を生産しています。これはシートマルチ栽培を行っている果樹園の例です。農業用マルチシートは雨を遮断して土を乾燥させる役割をしており、その土の乾燥によりみかんの糖度が上がります。この部会では出荷時に光センサーを設置し、出荷するすべてのみかんの糖度を測定しています。どのブランドに区分されるかで取引価格が変わるので、出荷時の糖度が農家の収益に直結します。このため産地ではこの模式図のようにハイブランド率の向上を指導目標にしています。現在生産現場で課題となっていることの一つが、気象変動の影響によって近年品質の変動が大きくなっていることです。精度のいい糖度予測法がないため、気象変動に応じて糖度を引き上げる管理をすべきかどうかの判断は難しいものでした。従来の糖度予測法の精度はおよそ1度です。温州みかんは気象条件の影響を受けますが、さらに果実の数や糖度が変動する性質があり、糖度予測を難しくしています。そこで私たちは AI と気象予測を用いて、温州みかんの出荷時糖度を収穫の3から6ヶ月前に高精度に予測する手法の開発に取り組むことにしました。それでは次に本手法の特徴をご説明します。本手法は当年の出荷時のみかんの糖度を果樹園が立地する地区ごと、品種系統ごとに AI を用いて予測します。この AI は前年のみかんの糖度と当年の気象データを入力すると、当年の糖度を出力します。この手法を用いて糖度を予測した結果の例をお示しします。このグラフは2016から2019年、4つの品種系統について実施した予測の誤差をヒストグラムで示したものです。左側の図は収穫時期の糖度の予測誤差のヒストグラムです。 RMSE という誤差の代表値は 0.47 度と極めて高い精度で糖度を予測できることが確かめられました。右の図をご覧ください。こちらは出荷の3から6ヶ月前にあたる7月20日時点の気象データを与えて予測した場合の誤差のヒストグラムです。予報の誤差が影響して精度の代表値は 0.61 度と若干落ちますが、十分実用的な精度で予測できていることが分かりました。最後にこれまでご説明した成果の応用についてご説明します。私たちは目覚ましく進歩する AI 技術と気象予測技術を組み合わせて、温州みかんの出荷時糖度を3から6ヶ月前から高精度に予測する手法を開発しました。早い時期から出荷時の糖度が予測できるので、集荷時期を見定めたり販売計画や
出荷計画の策定に用いることができます。 JA 長崎西海では、本手法を用いて予測されたみかんの糖度に基づいて適切な栽培管理を利用者に配信して指導するシステムの構築を予定しています。このようなシステムが完成すれば、糖度と収穫量との最適化、翌年度への影響を見極めた栽培管理が可能となり、高品質安定生産によるハイブランド化を達成して農家収益が向上することが期待されます。